皆様こんにちはこれより総務常任委員会の報告を行います持続可能な社会経済環境を目指す世界共通の目標 SDGs 那覇市議会におきましてもこれまで様々な SDGs の理念のもと多くの課題に取り組んでまいりました本日はその中でもこれまで本委員会が審査を進めてきた ジェンダー平等についての取り組みの中から子どもたちへの生徒思春期教育の取り組みについてご紹介させていただきます。本市は2005年平成17年に那覇市男女共同参画推進条例を制定後2008年平成20年に第3次那覇市男女共同参画計画を策定し 一人一人の人権が尊重され、自らの意志に基づき、個性と能力を十分発揮できる男女共同参画社会を目指し取り組んでまいりました。さらに2019年、令和元年度には10年計画となる第四次那覇市男女共同参画計画を策定し、5つの基本目標のもと、これまで多くの授業が進められてまいりました。 その一つが2011年平成23年度より始まった思春期ののの心と体のための意識啓発授業です。本授業は子どもたちへの暴力防止活動のワークショップの提供講演会学習会を行い思春期の子どもたちへの人間関係づくりを考えるプログラムです。 子どもたちの問題解決能力を高める、キャップ、子どもへの暴力防止プログラムの理念をベースに、自己コントロール感を得ることや、人間関係トラブルから自分を守る方法を学びます。また、若年者同士のデート DV 等の問題を取り上げ、括弧 1. 人間関係のパターンに気づくチャンスにする。2. 自己肯定感を持つための知識とスキルを持つ。3 暴力の連鎖を断ち切るなど、暴力やいじめの防止を図ることを目的として実施しています。令和3年度は、コロナ禍における臨時休校により、授業日数等の都合上、実施を見送った学校があったものの、生徒2513人、教職員124人、保護者その他3人の 計2640人が受講いたしました。ししま受講後のアンケートには「自分は大切な存在であることを知りました」「自分がされて嫌なことははっきりと伝えていいことを学びました」という声があり早い時期から人権に関する意識啓発を行うことでいじめ防止やデート DV 防止将来の DV 防止につながることが期待されます。 これからの取り組みについてこれまでは市内の公立中学1年生全員を体育館に一堂に集め講和を行っていたが新型コロナの影響により学校全体での実施が難しい場合にはオンライン配信を利用しての事業実施に変更する予定となっております総務常任委員会では対象年齢を中学1年生から拡充することや 講座内容について質疑を行い、当授業がさらに充実したものになるように議論を深めているところです。第4次那覇市男女共同参画計画の基本理念のもと、またすべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性のエンパワーメントを達成することを目指すという SDGs の目標達成のため、引き続き、 那覇市議会でも全力で取り組んでまいります。以上、総務常任委員会の報告でした。ご清聴ありがとうございました。